はい、じゃあ続いての、沈殿ですね。続いては、やっていきたいのはこれですね。イオン化傾向と対応させてから沈殿するもの、2つあります。まず1つが、硫化物ですね。硫化物イオンを加えた時の沈殿、ここにもすべて、書いちゃったんだけど、沈殿の色はすべて黒です。すべて黒じゃんっつってね、もう下見てる人は多分分かってるかな、黒以外あるやんと。それはありますよ。なんで黒以外を覚えてください。 OK。で、こっち、水酸化物イオンについても、イオン化傾向と対応させて覚えると。これ、後ほど話しましょう。じゃあ、まずこっちからですね。まあ、硫化物沈殿なんだけど、まず、硫化物沈殿は、基本的には、これですね。硫化水素を加えたときに起きる沈殿です。で、今、ここに、2つ、なんかまあ、3つか、こう、グループ分けがされてるんだけれども、これなんだと。って言ったら、ここはまず液性によって沈殿って変わるんですね。で、まずもう種明かしから言っちゃいましょうか。ここは中塩基性じゃないと沈殿しないです。中塩基性で沈殿。で沈殿。じゃあ、ここはあと、ここはまあこうやってね書くとね、中塩基性だからじゃあ酸性でしょってね思うでしょ。俺も思ったもん。これね、違うんですよ。これは液性関係ないっす。液性に関係なく沈殿します。液性に、関係なく沈殿ですね。はい。じゃあ例えば ZN2+、ね、よく入試問題出るのって、まあ、ZNS の沈殿なんですね。この白色の沈殿がめちゃめちゃ出るんだけれども、ここでめちゃめちゃ気をつけてほしい、ことが、とにかくこの液性の判断。例えば、亜鉛のイオンが溶けてますと。で、まず、塩酸加えましたと。で、その後に硫化水素加えました。そうしたら、沈殿しました。ノーですね。大丈夫ですか？これそのままですよ。だって、今、液性はって言ったら、これでしょ？塩化水素加えてる、塩酸加えている、じゃあ酸性に決まってますよね。だから今酸性になってるから沈殿しないってことです。じゃあどうやったら沈殿するのと。例えばもし塩酸加えてもさ、その後に水酸化ナトリウム加えて、さらにその後に H2S を加えたら、これは沈殿します。沈殿するよ。はい。なんでと。なんでかわかる？そうだな。これと、これが反応して、今言ってくれた中和が起きるからでしょ？中和するんだったら、まあ中性になるでしょ。しかもこれ、強塩基と、すいません、こっちだね。強塩基と強酸の反応だから、中和して中性だろうな。そうだね。その通りですね。なので、中性になっているから、まあ H2S 加えたら沈殿するのと。これ、本当にめっちゃ出ます。とにかくこの硫化物の沈殿において最も気をつけないといけないのは液性の判断だよと。で、じゃあこの液性の判断分かったけど、どこでこの液性に関係なく沈殿する場所で、どっかがまあ中塩基性化で沈殿なのと。でこんなの覚えられませんと、俺は覚えられませんでした。なのでじゃあどうやって覚えるか。これね、ポイントが全て黒なんだろ。全て黒で、黒じゃないやついいんじゃん。この ZNS の沈殿と SNS の沈殿いるじゃん。この色の変わるところ、 ZN2+ の前は白だなと。その前で線を引く。で SNS、ね、これの褐色の前で線を引く。であとは白金の前だね。白金は大丈夫だよね。白金とか金はそれは沈殿なんかしないですよ、うん、こいつだってもともと溶けるの黄水のみでしょ。だからもう沈殿の話にはこいつら全く関係ないからね。はい、なので、まあ、この色の変化のあるところで棒を引くっていうふうに覚えてもらえると、まあ、忘れないんじゃないかなと思います。はい。で、あとは色だね。まあ、MNS の、まあ、これも結構出るんだけど、淡い赤も出るんだけど、色としてよく答えなさいは、まあ、圧倒的に多いのはこいつ。次に多いのが、まあ、こいつだね。うん、黄色だね。カドミだね。カドミのイエロー。まあ、これは結構よく出るので気をつけてください。はい。では続いてこっちだな。
水産化物イオンで も、沈殿はするんだけど、加えるもの、まあ、水ナトと、アンモニア、これどちらかですね。別にどっちでもいいです。で、大事なポイントは水酸化物沈殿なのか、それとも酸化物の沈殿なのか。うん、じゃあ、酸化物の沈殿ってこれ2つしかないんで、この2つから覚えた方がいい。後半のこれでしょ、水銀と銀のみ、それ以外は全て水酸化物の沈殿で、カリウムとかナトリウムは最初の規則の方で話したと思うんだけれども、アルカリ金属になるのでこいつらは沈殿しないってなれば、最初でも覚えている。だからここ関係ない。じゃあここからはって言ったら、亜水酸化物で、この2つだけが酸化物って覚えちゃえば、まあ別に辛い暗記ではないかなと思います。ここで大変なのは、むしろ、色だな。沈殿の色って基本的にここに書いてあるように白なんですよ。なんだけど、白以外が意外に多いのよ。うん。これが覚えるのが結構大変。はい。まああとは、酸化物の沈殿になりますって言われても、なんでと結構聞かれることがあるんで、まずじゃあ最初にそっちから話そうか。酸化物の沈殿になる理由としては、まあ、お互い水ナト加えたら Fe3 プラスであれば FeOH になりますと。Ag プラスも水ナト加えたら AgOH になりますと。いや、納得やんって話じゃない。じゃあこれでええやんと思うんだけれども、実はこれ、まあ、こんな形で脱水するんだね。じゃあこれ脱水するんだけども、普通脱水って言われたら加熱する、冷却する、どっち。そうだよね、加熱だよね、そりゃそうだよな。うん、なんだけれど、これじゃあこの実験加熱してるんですかと。そしたらなんか無理やり脱水させてるだけじゃないですかと、言いたくなるのはすごくわかるんだけど、これ実はそうじゃなくて、この脱水ってこれね、常温で起きるのよ。だから普通の温度でも起きてしまうということですね。だから、まあ、1回は出るよ。1回は経由するんだけど、沈殿としてはこっちが出る。AG2O が出るよ、ということになります。それはまあ、水銀も同じ。ただまあ、水銀はあんまり出ないけどね。うん。じゃあ、さっき話そうと思ったらこっち、色だな。はい、じゃあ覚えてって言ったら、それは簡単なんだけど、じゃあ、俺がどうやって覚えたのか。っていうとね、まあ、沈殿って基本的に、もともとは、イオンの色があれば、そのイオンの色を色濃くこう残してるんですね。だからあえてここ消さなかったんですけど、例えば FeOH2 のこの緑白色沈殿、緑ってあるよね。これさ、Fe2 プラスも緑ってあるじゃん。だろ？こっちも赤褐色って書いてるけど、もともとが Fe3 プラスは黄褐色なんでしょ？だから褐色あるやん。で、これ、水酸化度。これはと。これはもう、なんかもう有名だもんね。銅イオンが青だからっていうので、まあ、青だよね。っていう風に覚えると、3つ覚えるのはそんなにきつくないんじゃない？じゃあ、残り3つ覚えるのと。もちろん覚えられるんだったら覚えてください。なんだけど、やっぱり受験から出るやつから覚えてほしいので、受験に出やすいやつね。まあ、ここにも書いてるぐらいだから。出るってことよ。はい、じゃあ出るものはこれです。 AG2O の暗褐色と、まずはこの4つから覚えることで、余力があれば、これも覚えてください。最終的には覚えろとなります。うん、でも今じゃあ優先的に覚えるのはどれかって言ったら、まずこの4つ。 OK、 こっちもそうよ。 ZNS と SNS と CDS、 これがまず出やすい。うん、で、これがまあその後かなって感じで大丈夫です。はい、ここまでいいですか。じゃあ、ここまでノートに取ってください。はい。